ちょ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 、<laughs> CH twenty twenty、今日もお付き合いいただきありがとうございました。したね、はい、今日はちょっと私が風邪気味だったので、ちょっと鼻声だったね。そう、うん、申し訳ございませんでした。聞きづらかったかもしれない。なんでそうなっちゃったの？エアコンをね、あ<ー>そう結構高めに設定してたんですけど、けあのつけっぱなしで一晩中。 したら次の日ちょっと喉が痛くなって、うん、そこからちょっと崩れてきてしまいました。で皆さんもお気をつけください。うんはい、で今日の私の中での一番大きなニュースといえば、うん、岩手県の高校野球の決勝、うん、がさ、<あ>そういう決勝に残るってさ。うん すごい嬉しいよね。<laughs> 嬉しいです、ね。もしかしたら甲子園で見られるのかなぁとか思ったりとかして、うん、あの、応援はしてたんですけれども、やっぱりでも選手生命の方が大事ですからね。うんうん、ですし、あとは花巻東高校も、やっぱり岩手県の代表としては応援したい高校でありますからね。うんうん、そして新潟も昨日は文理高校ね。勝ちましたね。えー、はい、日本文理。うん どんな戦いをしてくれるか。ね、対戦相手がどこになるかまたね。ああ、そうで組み合わせ抽選会がね。そうですよね。よねうん、そこも注目していきたいなと思います。はい、今日はちょっと鼻が変なので、<laughs> 早めにおいとまさせていただきます。<laughs> そうう理由です。すいません。<laughs> はい。はい、ということで、はい、来週の CH2020 もお付き合いよろしくお願いします。ありがとうございました。バ